本日も素晴らしいゲストが来てくださっておりますよ。あの花子的にはあの俺の助手っていうところなんですけどね。そんなゲストさんにはこの後すぐに登場していただきます。それではそろそろスタートしましょう。自爆少年花子くん放課後ラジオ、ちゃんと最後まで聞くんだよおばあかさん。こんにちは、目指すは知的な文学少女、八代ねねです。文学少女というわけで今回のゲストはこちら。わー、皆さんこんにちは八代ねね役の鬼頭あかりです。おー、やっと来た、ヒロイン、よろしくお願いします。いや普通ヒロインさ第1回のゲストだよね、まずね。さらにこうなんか回が続いてですね、やっとヒロイン来た、ありがとうございます。そうなんです、やっと来れました、はい、しかもこうねねちゃんのこれ可愛いよね。いやそうなんですよ、うん、これめっちゃ可愛い、すごく肌触りがいい、はい、そうねねちゃんの髪ね、撫でるととても気持ちいい。そうなんですよ、みんなも撫でるといいよ。はいはい、そして今日はですね、はい、今日は実はおバレンタインデーなので、はい、じゃじゃーん、お見てください、これ皆さんこれ知ってますか？これ、うん、アニメイト池袋のアニメイトさんで配っていたモッケチョコをね、はい、今日はたくさん持ってきたので、すごい、ここにありがとう。めっちゃ乱暴だな。やしろ、ちょっと花子くんとねねちゃんにあげます。ありがとうございます。めっちゃいっぱい盛られている。モッケチョコ風呂すごいね。っていうかキトさん1回って言ったんですけど、俺よく考えたら、はい、番組0回の時に、あ、そうですね、代わりにやってくれてそうすいませんでした、ね、あの声を取られていた、はい、はい、大変お世話になりました、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、はい、まあそんなわけですね、はい、まあちょうど折り返してるんですね、うんうん、あの昨日の TBS のオンエアで第6話になったわけでございますがですね、はい、まあ、半分も放送されてしまいましたですね。いかがでしょうかね。早い、いや、はい、でももう毎週目が離せないというか、うん、結構深い時間にやってるんですけど、うん、毎回週のようにリアタイをしてしまいますね。結構リアタイしてるよね。そうなんですよ、あでももう寝なきゃと思うんですけど、うん、あでもあと10分で始まるなら見てから寝るかと思って、わかる、見ちゃうことが多いですね。そこが鬼頭の若いところ俺はリアタイをしようと思って寝落ちするんだよ。普通で始まったっつと寝落ちするんですね。本当にすいません。